私アメトークに前いい女の雰囲気出してる芸人っていう、ね、まあ言ったら今、うん、結構テレビとかちょこちょこ出させていただいてるのも、うん、まああのとあれがきっかけみたいなとか正直あって、はいはいはい、ちょっといい女みたいな芸風がより強くイメージついたのがね、うん、まああの時私はすごい綾野剛さんにすごい感謝してて、はい、やっぱ綾野剛さんがなんかいいように私が言うことに、うん、剛くんどうっていう振りに対して、うん、確かにちょっといい女に見えてきました、うん、みたいな言ってくださったのがすごい、ね、こう説得力にこうつながってきてるというか、あの人だけ本当に雰囲気出してますよね。いやとかね、そう、そう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 、うん、すごいいいように言ってくれて、うん、ネット上では綾野剛もメロメロ山崎賢のいい女の魅力みたいな感じになってるんですよ。はいはい、私たちはすごい感謝してるけど、まあ、それ以降会う機会ももちろんないし、うん、それ以来でまあ覚えてらっしゃるかなと、まあ、言ったらその時なんて全くテレビ出てない時だったし、うん、全然その知名度なんて何にもない時だったから、うんうん、まあ、覚えてらっしゃるかなぐらいに思ったらもう来るなり私にお久しぶりです、あ、覚えててくださったんですかって言ったら、当たり前じゃないですかって言って、あの時の綾野さんに、うん、そういう風に返していただいたから私すごいあれがきっかけで結構お仕事いただけるようになったんですって、ね、お伝えしたんですよね。そしたら、そしたらですよ、うん、いやいや、そう言っていただけると僕も嬉しいです。これ言えないですよね。 ねえ、でさ、もう私、ますよね、素敵すぎてさ、うん、ちょっと家帰ったから嫌になってきちゃって、なんなの綾野剛と思って。ね、なんかそうなんか。どう頑張っても綾野剛と付き合えないと思ったら、すごいなんか腹立ってきちゃって、うん、なんか私は芸人側のインタビューで言ったじゃん。これがもし私がすごい美人に生まれてて、女優さんとかでね、はい、例えばドラマで共演したりとかしたら、もしかしたらキスシーンとかがあったかもしれないし、うんうん、もしかしたら付き合ったり結婚したりする可能性だってあったわけじゃん。それがやっぱ綺麗じゃなくて芸人になったがばかりに、あ、絶対綾野剛と付き合うことないんだと思ったら、なんかすごい腹立ってきちゃったの、自分の人生に。でもね、今元気になったんだけど、それちょっと一瞬へこんだの。私綾野剛とは絶対付き合えないんだと思って、いろいろ考えた挙句起伏が激しくなって、なんでその答えに行き着いたんですか。だって、はい、綾野剛と立ち飲みはいけないでしょと思ったの、途中で。だ、綾野剛ともし付き合うことになったとしてどこデート行くかなと思ったんだけど、綾野剛と飲みに行くってなったら個室居酒屋しか行けないじゃん。まあまあまあ有名な方ですから、昼から上野ではしご酒とかできないじゃん。いやいや、それはできないですよ。あ、もうそんな人生願い下げと思って。あ、もうそんなに私の心をもてあそぶんやったらっていうような気持ちになって、で、綾野剛さんにもその美人見た時と同じように私と付き合えへんポイントを逆に探したったんや。そう、だからね、そしたらしっくりきました。そう、立ち飲み屋行けへんやったら嫌。うん、いいや。そうね、多分個室だけの方がでも幸せやと思いますよ。いや、そんなことない。だって手つないでディズニーランドとか行きたいじゃん。でも綾野剛と付き合ったら手つないでディズニーランド行けないよ。まあ行けないでしょう、そら。そんな人生願い下げよ、私。ちょっと願って叶うんやったら願うでしょ。願う。揺らってるやん。揺らってる今。